皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今日も元気にやってまいりましょう。勇者パーティーを追放されたビーストテイマー最強種の猫耳少女と出会うには、前回はビーストテイマーのレインが雑な理由で勇者パーティーを追放されて、猫人コスプレしてるようにしか見えない猫霊族の奏と出会って主従契約を結んだところでした。これから2人の絆がどうなっていくのか非常に楽しみですね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それではビーストテイマー2話のあらすじはこちらです。冒険者登録試験に無事合格したレインは冒険者証を手に入れた。冒険者、新人、可愛い女の子、何も起きないはずがなく、カマセイヌが珍しい猫霊族である奏をお茶に誘ってきた。ついでにご主人様であるレインをディスったら中堅かのように怒り出したので、本当に実力のあるビーストテイマーかどうかを確かめるため平和的に腕相撲で力比べをすることとな。はいドーン。もともと素行が悪く問題視されていたので受付嬢に連行されてしまった。熱い木材や金属製のフレームをぶち抜けた理由は、最強種と契約するとそれ相応に肉体も強化されるから。つまり今レインは猫霊族並みの身体能力を得ているのだ。テンプレを消化したのでいよいよ依頼をこなしていこうという感じです。このカマセイヌはどうなるのを期待していたのでしょうか。もし勝ったとして、ほら契約なんて出まかせじゃねえか、この女は俺がもらっていくぜとなったとしてもよ、奏がブチギレてワンパンだと思うんですよ。ちょっと頭が悪すぎませんか。まあカマセイヌにはこれくらいの知能がお似合いと神が判断なさったことなのでしょう。でも頑丈さはピカイチですね。木材と金属フレームをぶち抜く威力を振るわれても血が出ることも腕が折れることもなかったんですから。もしかして実は猫霊族が襲ってきても平気な力を持っている。かなり優秀な冒険者ですね。今回インセプトテイマーという昆虫を刺激できる職業が出てきました。インセクトじゃないですかね。漫画もインセクトって書いてありましたよ。私の耳が悪いだけじゃないですよね。完全にブって言ってますよね。何回聞いてもインセクトですけれど、発音の話は今は置いておくとして、じゃあビーストって何なのっていう疑問が湧いたわけですよ。日本語だと獣ですかね。猫霊族って獣のくくりなのかな。獣のくくりだとすると人間ももちろんいけちゃうだろうからちょっと怖いですよね。今後獣じゃない女の子までテイムしそうな気がしますけれど、その際は何のテイマーを名乗るんでしょうか。今後のお話が非常に気になってしまいますね。インセプトテイマーについてはまだ完全ではないと言っていましたが、何がどうできたら完全なんでしょうか。だってさ、大量にテイムはできるわけじゃん。命令だってちゃんと聞いているし、新しく出てきた職業で今までと変わらないことをしておいて完全か不完全かなんて言われたって理解できないんですよ。そもそも仮契約ってずるくないですか。本契約は相手の意思も必要なわけじゃないですか。でも仮契約は時間制限はあるようですが、了承なしで同じことができるんでしょ。使用期間いっぱいまで使っておいて、やっぱりいらないから切るね、この時にいてくれて助かったよみたいな、ただいいように使っているだけのように感じちゃいました。契約した見返りも全くないですし、テイマーらしい使い方ではあるので何も間違ってはいないし、自分の力を最大限利用しているので素晴らしいとは思うんですよ。ただなんかちょっともやります。しかし今回広告でよく見た神経焼き切れ男が出てきてくれて嬉しかったです。テイマーは1匹と契約するのが精一杯で、2匹目と契約しようとすると神経が焼き切れてしまうんですって。それだけリスクのあることを平然とやってのける主人公様、守護いいってなるところですよ。そのようなリスクを誰も教えなかったんですか。テイムを教えた人がいるはずですが、その人も複数体テイムできるのは当たり前だと思っていたの。そうすると周りには基本知識すら知らない人間ばかりだったってことになっちゃいますね。
主人公様を持ち上げるためだけに過度に極端な設定にしたようにしか見えないんです。レインの脳神経はすでに焼き切れているけど常人と変わらない生活を送れているのか、はたまた崩壊した精神の中で自分はすごいテイマーなんだという世界を妄想しているだけか。この世界のビーストテイマーって一匹の動物しかテイムできないからかなりの不遇職だと思うんです。なのにどうしてやろうとする人がいるのでしょうか。スカウターのような職業がビーストテイマーしかいない、まだまだ未成熟な業界ってことかな。動物、しかも一匹に頼りすぎでしょ。自分も石膏としての能力を上げようと思わないわけ。神経焼き切れテイマーもレインも素手だからね。武闘派なのか、自分は戦いませんアピールなのか。スカウターって弓を使うイメージがあるんですけど、この世界ではいないみたいですね。なんか設定の荒さが目立っちゃうんですよね。職業を2つ使えるなんてすごいっていうのも違和感だし、何がすごいのかっていうのを説明しないと意味ないじゃん。農民は農業や漁業、さらには林業や狩人という複数の職業を使えるでしょうよ。ただ単に主人公様を持ち上げるだけの言葉を出したいがために取ってつけたような設定にしか見えないし、それに対して主人公様はこんなの普通だろみたいな無自覚系という名の無知を披露するだけっていう、ガバとヘイトを生み出すだけのしょうもない展開だって理解できないんでしょうか。そういう設定の荒さがまだまだあるような感じがする違和感があったので、気づいた方はどんどんコメントしていってくださいね。今回最大の謎は、勇者パーティーがビーストテイマーであるレインを追放したくせに、そのすぐ後でまたビーストテイマーを雇っているところでしょうか。ビーストテイマー自体は優秀な存在だけど、レインという人物が無能だと思っていたんでしょう。戦闘力も求めるのなら、丸腰のビーストテイマーじゃなくってスカウターを雇えばいいじゃんって思いますけどね。母数が1の検証において、無能か優秀かっていうのは判断できないはずなんですよ。何かと比較して初めて無能か優秀かっていうのがわかるわけですから。あ、明らかに仕事していないっていうのは除いてね、もちろん。レインを無能だと判断しているということは、ビーストテイマー自体は優秀だと思っているってことですよね。再度ビーストテイマーを雇うくらいですから。であるのなら、どういう能力があるかくらいは知っているわけですよね。なのになんで知らないの？主人公様守護医をどうにかこうにかさせたいためだけの展開ですよね、これ。本当に知能が低すぎるパーティーじゃん。これにもちゃんとした理由があるんですよね。以前動画にコメントしてくれた方。知能が低いだけでなく責任感もない。行商人の護衛をしていたのですが、盗賊団10人程度がやってきただけで恐れをなして逃亡ですよ。千の魔法が使える光栄の魔法使いと、蘇生魔法すら使える光栄の神官と、動物2匹をテイムすると神経が焼き切れる光栄のテイマー。バランスが極端に悪いとしても、不意打ちだったとしても、魔法で一撃でしょ、距離も取れてるわけだし。味方巻き込んだって蘇生させればいいだけですし。千の魔法は全部役立たずな魔法なんですか？弱すぎでしょ。即退散って勇者パーティーとして雑魚すぎない？この依頼自体なんかおかしさはありますけれど、魔王を討伐するパーティーがこんなので本当にいいんですか？って心配になりますよ。細かい部分でまだ色々とありますが、これくらいにしましょう。一枚絵は非常にいい出来なので、絵を楽しむには良い作品ですね。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。